この動画では舞台人狼ザ・ライブプレイングシアターで用いられているいわゆる人狼ゲームのルールを説明しています。人狼、それは満月の夜に人間を食べた狼が月光の魔力でその人物になりすまし、家族や友人を夜ごと一人ずつ餌食にしていく忌むべき存在。登場人物は13名、そのうち3名は人間に化けた人狼です。人間は3匹の人狼を見つけ処刑しなければなりません。誰が人狼かわからないので多数決で処刑することになりました。人狼は誰が人狼か知っていて仲間をかばったり嘘で会議を誘導したりします。人間対人狼、言葉を尽くし命を懸けた頭脳戦が始まったのです。日暮れ前、全員の投票で誰か1名が処刑されます。夜が訪れ村は眠りにつきます。朝になると人間が1名人狼に食い殺されています。その日も会議が開かれ、誰を処刑するかみんなで投票します。こうして昼と夜を繰り返すうちに村の人口は減っていきます。死んだ人の正体もわからぬまま。何名が犠牲になっても人狼を3匹とも処刑できたら人間たちの勝利。それよりも早く人間を減らして生存者の半分を人狼で占めたら人狼たちの勝利。さて、客席からは見えない夜のカーテンの裏側では何が行われているのでしょう。夜になるとゲームマスターが現れ全員に目を閉じるよう伝えます。人狼はゲームマスターの呼びかけで目を開くと身振り手振りで食べる相手を選択。夜の最後にゲームマスターがその肩を叩くと犠牲者は舞台から退場します。夜に行動するのは人狼だけではありません。10名の人間のうち4名は秘密の役割を担っています。預言者は夜に誰か1名を指差し、その相手が人狼なのか人間なのかゲームマスターから密かに教えてもらえます。霊媒師は昼に処刑された人が人狼だったのか人間だったのかゲームマスターから密かに教えてもらえます。預言者と霊媒師が教えてもらうのは人狼か人間かだけなので秘密の役割があっても分かりません。なお、預言者は開演前にゲームマスターから誰が人間か一人だけあらかじめ教えられています。狩人は夜に誰か1名を指差し、その人が人狼に襲われていれば守ることができます。狩人の行動は人狼にも守られた本人にも気づかれません。ただし狩人は同じ人を2夜連続で守れません。人狼は預言者、霊媒師、狩人が邪魔なので嘘でその立場を乗っ取ろうとします。その場合本人が黙っていないので激しい論戦になるでしょう。狂人は人狼に味方する裏切り者です。特別な能力はないものの死を恐れずどんな嘘でも平気でついてきます。なぜなら自分の死で人間が一人減ればその分人狼の勝利に近づくからです。狂人と人狼は味方同士ですがお互いの正体を知らないので常に協力しているとは限りません。
3名の役割はこの通り。彼らの役割は開演10分前にランダムで決められます。物語もオープニング以外すべてアドリブなので、内容や勝敗が万華鏡のように変化。役者たちがどんな嘘と推理と演技で見せるのか、ぜひ劇場で見届けてください。果たして3匹の人狼が誰なのか、客席のあなたに見抜けますか？